こんにちは。バンコクの実美ゲゲです。今日はですね、またエアガンなんですけど、ですね、こちら、中華製、WELL ですね。WELL のMB03 ね、これはですね、僕が10年ぐらい前に買った、もっと前かな、相当古いレガンですね。で、それでもまだ普通にちゃんと打ててるんですけど、さすがにですね、10年も経つと、いろいろなところに、傷、特にこのストックね、ストックがプラスチックなんで、これね、黒のストック、プラスチックなんで、様々なところに、傷とか、なんていうのかな、このプラスチックが多分ね、もともと安っぽいプラスチックだからかもしれないけど、なんか変なね、こうテカリ方っていうか、こう光を当ててもほら、なんかこうテカテカしてるじゃないですか、なんかテカってるじゃないですか。これがなんかね、どうしてもなんか安っぽいなっていうかね。なんでちょっとね、これをですね、サンドペーパーね、紙ヤスリ、キメの細かい紙ヤスリをね、いくつか買ってきたんで、それでちょっとなんていうのかな、ツヤ消し黒っぽくしたらいいんじゃないのかなと。スプレーも考えたんだけど、スプレーって結局時間が経つと剥がれてくるじゃないですか。スプレーよりはサンドペーパーでこうちょっとね、キメ細かいやつで曇り、なんだ、艶消し黒か、艶消し黒に仕上げたらいいんじゃないかと。そしたらまたこう、なんかこう、新しい、ちょっと新品に戻るかどうかはわかんないけど、ちょっとこう、新しい新品っぽく見えるんではないかと思うんで、ちょっとやってみたいなと思います。So, this is D2BKK in Bangkok. How are you? Over 10 years ago, I bought this.Airgun Rifle, WELL MB03, approx velocity over 600 FPS, and the joule is about 3.5 joule something. Then the accuracy is also okay, but It's old, especially the stock. This is a plastic stock, and plastic stock got a lot of like a scratches, and you know, it looks like I don't know how to say it leaked.It looks like become very cheap plastic because of like some strange shining and so on. So I am going to polish by
sandpaper to what we call black but without、なんだ、すいません、艶消し黒が英語が出てきません。 like、smoky black, I don't know. So then maybe we can make it look a little better. So just compare before and after. Okay, let's try anyway.じゃあそれではちょっとずつやっていきたいと思いますね。でまずこのストックなんですけど、プラスチックのね、黒いプラスチックのストックなんで、これを紙やすりでこすると相当真っ黒いすすみたいな粉が出ると思うんで、まず、なんだこれ、下に紙を引いてね、こすればストックは簡単に取れるんで、1本外れます。本当はここにもう少し長いんですけど、本当は外れるんだけどない、1本しかない。でも大丈夫。これ外すと、ストックがもう外れる。この部分は、しかもこの部分は何もしませんので。じゃあ、ちょっと紙っていうか、紙やすりね。紙やすりは、一応3枚用意しますね。一番目の穴、150番っていうね。150番。それと、結構細かい。1000番ですと、で、一番お店にあったこのサイズで、1200番です。はい。うん、これも一番細かいです。これ以上細かいのはないです。言われたんですが、試しに これはごめん、100、傷が深いところはこの150番をちょっと釣ってみましょう。せっかく買ったんでね、ちょっと釣ってみましょう。この傷が深いところはどうか、深いところに行くかどうか。やっぱり傷というか、やっぱりさすがに甘いんで、ちょっとね、1200円、1200円、通り行きました。傷は消えたけど、